もベジフェス2012非常に大盛況で本当に嬉しく思います。私もステージに立たせていただいてすごく楽しかったです。こうやって体にいいものがどんどん広がって、もっともっと皆さんが楽しく元気にいられるような社会になればいいなというふうに思っています。私も、女性の体の内側から綺麗にということをテーマにどんどん広げていきたいと思っていますので、引き続き女子力アップで頑張っていきましょう。
のこの後ゲストの方に来ていただきお話を伺っていきたいと思います。一番現場の力をいっぱい取り入れたいともし思ったら、これも今日覚えて帰ってください。夜洗って朝まで水をつけると玄米が最もふっくらとして発芽する直前の状態になります。でこれを炊くのが一番玄米の栄養素も高くなるし、それからこのポイントがソニーさんに来ていただいております。こんにちは。そうですよね。よく言われるのが、私舞台をやっているのでとてもハードだから、え、お肉食べないで動けるのとか倒れないのとか言われるんですけど、うん、私もうハードなものをもう3年間ずっと肉なしでやってきてるので、そうですよね。そう、なんかちょっとこう固定観念というか、ありがとうございました。皆さん聞いてくださってありがとうございました。ソニーさんでした。ありがとうございました。次のゲストは庄司いつみさん。野菜料理研究家、 100% 植物性のみのレシピを紹介するブログ、ベジタリアンになったきっかけっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけども。はい、もともとそんなに肉や魚が好きな方ではなかったんですけれども、子供の頃から食べなくてはいけないと思って普通に食べていました。給食なんか残すと偏食だなんて言われるので食べていたんですけれども、出産をした時、その娘が生まれた時に乳腺炎というおっぱいがちょっと腫れる、はい、詰まる症状が起こりまして、その時に助産師さんから肉や魚はしばらく控えるようにと言われたのがきっかけで食生活を見直し始めて。ありがとうございました。本当リアルに東京ダイエットグルメ、塩麹で始める綺麗生活なども出版しています。それでは室谷真由美さんに来ていただきました。ね、昨年からちょっとブームになりまして、塩麹の方本当に使われている方とか多いと思うんですけれどもね、テレビでもよく特集されてるんですが、万能調味料ね、魔法の調味料って言われるくらい何でも素材の旨味と甘みを引き出してくれて美味しくなっちゃうんですね。ですし、それがなんか自分の体に日本人には一番合ってるんだっていうことを教えていただいてですね、そういった自分の中に入ってきたんですね。そこから生きてる、うん、手作りのお味噌とかね、いろんな薬品とか添加物を加えて、じゃね、綺麗と笑顔を、ね、作っていきたいということで、はい、皆さんにこういったアプローチをさせていただいているので、はい、ありがとうございました。この後もまたステージにね、入ってくださいので、はい、またよろしくお願いします。どうも皆さんありがとうございました。残りの時間楽しんでください。今日は2日目ということなんですけども、今日はステージでたくさんのゲストをお招きしてお話を伺ったんですけども、本当に食に対して皆さんすごく、お客さんもそうですけども関心が高くて、これからねきっともっともっとレジが広がっていくことを、はい、私も祈ってますし、今日みたいなこういう日がもっともっと増えていったらいいななんて思います。とても楽しいイベント大盛況で良かったです。そうですね、じゃあ自己紹介お願いいたします。はい、このベジフードフェスタの、運営をしております、NPO 法人のベジカルチャーネットワークの、理事長させていただきます。理事長、はい、はい、高橋と言います。よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。はい、はい、そうですね、はい、じゃあなんで高橋さんはベジになったんですかね。そうですね、きっかけは、はい、僕がベジタリアンになったのはもうかれこれ25年前なんですけども。あ、そんな前だったんですか。はい、うん、その時にですね、まあ学生時代なんですが、友達にですねベジタリアンがおりまして、はい、男性の、うん、まあ、学生で珍しくベジタリアンにおりまして、で彼に、まあ、教えてもらったんですね、うん、ベジタリアンなんだよと、うん、でベジタリアンって言葉は知ってたんですけども、何でもそのベジタリアンって環境にもいいとか、はい、飢餓問題とか、うん、動物のね、うん、愛護の問題とか、いろいろ解決できるっていうことを知って、でただ野菜ばっかり食べてる人じゃないんだと、うん、
ただね、漠然と食べてる人だけじゃなくて、なんじゃなくて、いろいろ考えてるんだなっていうことは初めて知ったんですね。はい、でそれにすごく感銘を受けまして、はいはい、じゃあちょっとやってみようかなっていう軽い気持ちで始めました。はい、来年もまたね、こうしてみんなでね、はい、レジを楽しんで、またステージでいろんな、ね、方のお話を聞いて、はい、どん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 こういう輪がね広がっていくことを祈っております。本当に今日のソニンちゃんのね、セーブの時なんかここもう満杯で、ね、すごかったです、ね、通れなかったですからね。本当ですよね。本当びっくりしましたけど、うん、ああいうねエネルギーがどん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 ここから発信できると、うん、はい、本当に嬉しいと思いますんで、はいはい、また来年もお出かけいただければと思います。はい、はい、ではでは、はい、これでよろしいでしょうか。はい、いや本当に今日は皆さんお集まりいただきありがとうございました。